横浜みなとみらい21横浜銀行本店ビル横浜銀行本店ビルは横浜市西区みなとみらいにある横浜銀行の本店が入る超高層ビル同校がビルを所有している横浜銀行の創立70周年事業の一つとして1989年に開催された横浜博覧会で駐車場として使用された土地に建設され 二年七ヶ月の歳月を費やし、1993年7月に、竣工。同9月6日、当地から約500メートル離れた、中区本町五丁目の港未来千馬車道駅真上に、所在した、旧本店から、本店営業部、本部を移し、業務を開始した。港未来地区の南西、港未来大通りと、首都高速横羽線の間にあり、南側には、 日赤横浜ビルが隣接する。本店ビルは28階建ての高層棟と4階建ての低層棟で構成され、桜木町駅方面や横浜ランドマークタワー、さらには首都高速道路神奈川局の2階デッキを経由して、ピアーリーナ MM までペデストリアンデッキで結ばれている。外観はタイル張りの格子状のビルにガラス張りのビルを埋め込んだような独特なデザインとなっており、 銀行建築としては日本一の高さを誇る。低層棟1階には客席数517席の多目的ホールは、マギン、ホールビアマーレも設けた。旧本店にあった中村淳平作によるロビーの壁画、金庫扉、貸し金庫は移行として馬車道駅に移設され保存された。また、西村孝二が設計を手掛けた旧本店別館は、 横浜市歴史的建造物の認定を受け、A や広報によって、バルコニー部分が移設され、横浜アイランドタワーの低層部となった。ありがとうございます。